飛行機の中です。外海が見えててすごい綺麗だよ。海の間に街がある。もうすぐ着陸するので、着いたらねまたライブ配信をしようかなと思っている。今から今日は着いたらすぐ公式練習のをしているサブリンクに向かいたいと思います。で、私は基本アイスダンス中心で見ていこうと思っているから、アイスダンスの公式練習全部見たいので、男子のショートプログラムでそっちでも放送始まると思うんですけど、私は一応今のところ今日はの予定はアイスダンスの公式練習全部見るのと、その後に、ペアをフリーを見に行きます。そんな感じでまた着いたら配信します。着いた。今ねモンペリエのね空港ですよ。バゲージクレームに今行っております。着いたよ。みんなバゲージクレームに行っているよ。あれこれ合ってんのかな。また遅れちゃった。すぐビデオ撮ってたら遅れる。合ってるね。合ってる。もうみんな通り過ぎちゃったよ。いやー、ついに来ましたよ。モンペリエですよ、みんな。モンペリエだよ。今からね、さっきも言ったけど、練習会場の方に、練習会場の近くだと思うんだよね、ホテルが。だからホテルに一回行って荷物を置いてすぐ練習会場に行こうと思います。ゲート。はい、開いた。はい。あれ、バゲージクレーム、これどこなんだろう。みんなあっちに行ってるからあっちなんだろうね。モンペリエの空港は普通のなんか田舎のちょっとちっちゃい空港って感じだったけど、あの出発の本当はオルリーでも撮りたかったんだけど、オルリーですごい荷物乗せるのにバタバタして撮れなかったんだよね動画。オルリーはめっちゃでっかい空港だった。意外とびっくりした。LCC がメインの空港なのにこんなにでっけえのと思って、そして迷った。あれ EXIT あっちだ。わかりにく。はい、モンペリエ着きましたよみんな。モンペリエ。お、すげえ。見て、世界選手権のあるやん、このマークがさ。すごいね、なんかやってきた感じするね。ポスターがめっちゃ看板がある。あれ待って、私バゲージクレーム通り過ぎた。もしや、いやーもうちょっとでもなかったよね。でもなかったよね。ちょっと探します。はい、皆さん今ねタクシー乗った。危なかった、また迷ったね。でも大丈夫だったよ。で今ねほらモンペリエの街です。彼に比べたらめっちゃ田舎だね。めっちゃ田舎。でもなんか雰囲気いいよね。で、あの予想通りエキシビジョンセンターって世界フィギュアがやってる、リンク、メインリンクは空港のすごいすぐそばでした。なの でトラムって多分電車が走ってるみたいなのね。だからその電車で行こうかなと思います。で今から行くの、今ね荷物を置きにホテルに行ってるんだけど、多分ホテルの近く、すぐ近くにメインリンク、サブリンクってあの練習リンクがあるんじゃないかなっていう予想を今していて、なのでしかも歩いて行ける距離なんじゃないかなっていう私の予想です。
南仏は南仏でいいね、景色が。めっちゃいいな、この辺。ゆっくりしたいな。思ってしまうような、すごい綺麗なとこですね。ということで、またホテルに着いて、あとリンクにまた着いたらね、配信しますね。はい、ホリデーインエクスプレスホテルに来ました。から今から、ここから2分って言ってたから、多分ね、2分ぐらいで着くんじゃないかなって思っているよ。思っているよ。ということで、練習リンクを探しに行くぞ。多分近いはず。2分で着くらしい。そこに行ってチケット買えなかったら、ちょっとメインエキシビションセンターまで戻らないといけないかもといういつも綱渡りな私をお届けしています。今日もなう綱渡りな私をお届けしております。これ開くのかな、こっち側のかな。でもこっちから出ろって言ったんだよな、さっきのホテルの人。どこからどうやっていくんだろう。ちょっともう一回聞いてみよう。ここが泊まってるホテル、ホリデーインさんね、あれ看板ね、ここ玄関。で、こっから、これ裏口があるんだけど、裏口抜けたらもうすぐサブリンク、練習リンクなのよ。多分ここ近いんじゃないかなと思って予約取ったんだけど、近かったよね。すごいよね、私のこの勘。多分練習リンクはここだぞって思ったところは、ドンピシャ練習リンクでした。なので今からここのゲートを上げると、もうサブリンク、練習リンクが見えます。はい、どうだったっけ、あ、こうか。はい、開けます。そう、こうやって裏口になってて、ここはね、宿泊者しから普通にこう、あ、門があるから、あ、あそこのドア使えないんだけど、あのね、前に見える本当にブルーの壁のところが練習リンクですね。朝ちょっと開けたけど、今からね、フェアのフリーをメインに見に行くところなんですが、多分女子の、後半グループの練習を今練習リンクでやってるんじゃないかなと思って。なので、まあ、ちょっと見でも寄って、誰か練習してればちょっとだけ撮れたらいいなと思って、動画ちょっと寄ってから行きます。あ、あれです、あれです、あれが練習リンクです。閉まってた、閉まってたぞ。さてさて、みんな見ているかな。今メインリンクに向かってるんだけどね、まあ見事に間違えたよね。迷子ちゃんでしたよ。変な駅に行ってた。そしてもう寒くなってきた。もうあかん、もう。なんなんこれって感じよ。何キロ歩いた私。そしてなんかさ、全然見て、このなんか田舎道。もう全然タクシーとかも通ってないし、なんか駅とかにもいないんだよ。だからさ、呼べないんだよね。ウーバーって言っても、ウーバー登録がいるからさ。
もうちょっと今日中にもウーバー入れようアプリ。多分カードの登録とかいると思うんだよな確か。もうあれがね、あれがメイン会場ですよ。みんなでかいね。さっき全然違うね、あのビルを目指して行って、なんか行ったらなんかファッションビルみたいなとこだったついて、あれなぜか様子がおかしいぞと思って。でもこの今でもすげえ遠いじゃん。遠いの見たらわかると思うんだけど、こんな感じでさ、かなりの距離を歩いてビルの真下まで行って、あれなんかおかしい、ここじゃねえみたいな。ちょうど目の前になんか ちょっとしたショッピングモールみたいな感じのとこでしたね。で、あ、違ったと思って、ちょうど目の前にトラムの駅があったから、それを見てまた乗って今たどり着いた感じです。もう嫌だ、うん、ずっとなんか今日は迷いの日ですね朝の空港の時からもうずっと迷ってる。朝あのサブリンクの探す時も行ったり来たりしたし、サブリンクなんかあんなにホテルの目の前なのになんで見つからんのっていうぐらい行ったり来たりしましたからね。うわー、あとよくつまずく。ということで、いよいよりくりゅうのフリーを観戦しに行きますよ。はい、多分ね、ちょっとさすがにね、競技中は競技に集中したいなと思うので配信はしないと思います。でまた終わったらね配信するかな。うん、あとまたなんかリアタイでタクシーで帰れたらね、すぐホテルに帰って、あれがあるから Wi-Fi があるからホテルからライブ配信またできるんだけど。おい、大きいですね。もしね、タクシーで帰れたら、帰ってからまたライブ配信みんなでしようかなと思います。じゃあ行ってきまーす。今のドイツのペアすごい良かったね。点数どれぐらい出るだろう。今フリー、ペアフリーです。Please go. Please call, please. Minerva Fabienne et Nolan ont un total de 123 points à 32 pour le programme de Barbara. Merci à vous. 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 Merci à vous.この感じですごい涙が出るなと思って、なかなか演技中は配信できないので今ちょっとしてみました。From Georgia, Karina, Safina, and Luca Perulava. From Japan, Riku, Miyoha, Ryuichi, Kiraha. From the United States of America, Ashley King Gribble and Timothy Lucas. From the United States of America, Alexander Nerim and Brandon Fraser.You have a 6 minutes warm up.はい、最終グループウォーミングアップ始まったよ。ちょっとりくりゅうだけを追って、りくりゅう早えよ追えない。りくりゅうだけをちょっと追ってみようと思うんだけど、なかなかやん。テレビじゃ全部映らないからさ、で6分間練習だけちょっと追ってみようかなと思う。あ、でもごめんみんな、ごめんやっぱね肉眼で見たい
ということで、みんなはテレビでお楽しみください。ではは、い、みなさんこんにちは、ゆりです。はい、いや見た、みんなりくりゅうよかったね、よかったよかった、銀メダルおめでとうございます、おめでとうございます。今は翌日の早朝5時です。眠そう、もうね、今朝ね、もう朝の早朝練習がね、アイスダンスの早朝練習があるからね、なんか電話かかってきたぞ、ちょっと待って、いや、ごめんよ、ごめんよ、なんか電話かかってきた、そう、仕事の電話だったよ、国際電話だぞ、みたいなお金かかるぞ、と思って、知らないぞ、私、とそう、そう、よかったね、もう、りくりゅうめっちゃ、という、なんか話が飛んだということで、もう今からね、カナダイの公式練習、朝の公式練習をこれから見に行きます。そしてそのままリズムダンス見ます。なので勝負服に着替えました。ということで、ちょっとリクリオの話したかったけど、もうなんか今中断されたから、またどこかでしたいと思います。ね、ということで、またね、バイバーイ。ごめん、それとね、この携帯、新しい携帯撮ってるんだけど、これ沖で撮るとなんか声が遠いらしくって、私もあれって思ってたんだよね。で、あのなんかこう持ちでさ、こうやって外映して撮るときはお金入っ、あの声入ってるみたいだけど、これがなんか遠いらしくって、音楽を大きくしてるわけじゃなくて、あれ最大限音楽をちっちゃくしてるんだけど、そうなるので、今日はもうね、急いでるからこれで撮ってるんだけど、次にこう、解説動画とか撮るときは前の携帯で撮ってアップしたいと思います。それだけ、伝えていこうと思って今、はい、あ、もうね疲れてるでも行ってくる。ということで、じゃあね、バイバーイ。